ランチパックの味種類多すぎて何が何だかわからない説。どうしたハルト？どうした？モッチです。メイさん、ランチパックは食べたことありますよね。あります。あれね、死ぬほど味の種類あるんですよ。そうですね。そうですね。板チョコが挟んであるとか、挟んでないとか、マーガリンがある、ないとか、ホイップがあるとかないの。めちゃくちゃあんの。うん、もうそれを食べただけで正確に判断できたら、もうそれはランチパックマスターだということで、はい、今回はね、3人ということで、はい、ここが食べる側で出題者ということで、はい、まあ、正解数の少なかった方が、2020年いっぱいランチパック禁止ということで。なんでさ、禁止好きなのお前、マジで。うぜえな。別にさ、芋に比べたらランチパックなんかもうヘでもなくない？いや、そうだよ。別に、フランスパン食えばいいじゃん。負けなきゃいいんだよ、そもそも。そうね。万が一俺らが全問正解した場合、うん、のせくんが、2025年までランチパック禁止になりますので。死亡じゃん、2025年は。25歳までランチパックの味を忘れなきゃいけない。死ぬよ。というわけで今回は、ランチパックの味を当てていこうと思います。やっていきましょう。おぉ、全5問あります。はい、それでは第1問。はい、こちらです。はい、はい、どうぞ。え、匂い嗅いでいいやつ？全然いいですよ。あー、分かった。余裕だわ。多分分かる。これこれね、うん、週1で食ってる。やば、それはいらないわ。普通に週1で食ってるのにやばくない？俺なくなったらやばいよ。これどれぐらい正式名称ですか？ぴったり1時1句でいきましょう。うわぁ、え、わかんないな、そうなると。いいっすか？はい、割と簡単なんで。では、はるき。ピーナッツ。もち。ピーナッツ。ピーナッツクリームではない。これはピーナッツだと思う。俺もこうだと思うんだけど。正解はピーナッツ。よーい、素晴らしい。まあね、まあ一番オーソドックスなやつですよね。そう、あ、こちらでございます。え、なんで1個しか、え、あれ、あれ1個しか入ってないけど、ランチパックって。いや、もう僕は食べました。はい、第2問。はい、こちらでございます。うわぁ、あぁ、あね、食べたことは多分ある。うまっ。ランチパックってね、朝でもいいし、ランチでもいいんだよね、本当に。夜は、夜はうざい。絶対なんかね、つくんだよ、装飾物が。はい、はるき。これは正直当たってはないと思うんですけど、まあ部分点狙いというか努力点ですね。はい、ソース香るメンチカツ。なるほど。メンチカツは確定事項なんですけど、はい、何かしらあったのかなっていう雰囲気はあるんですけど、ちょっと分かんなかったんで、無難にソース香るってしときました。わかりました。じゃあもちくん。俺もソースメンチカツって書いたんですけど、あったかなっていうのが、まずそこでなんか下手に減点されるぐらいならメンチカツだけにしました。なるほど。ポイント差をつけようかな。お、うわ、差をつけます。うわ、一字一句合ってる人を正解にします。おお。正解は、はい、メンチカツです。お、やったー。やったー、うぜー。飲みでよ、消してよかったー。やばい、切れそう。消してよかったー。ただのメンチカツでございます。あぶねー。言うなよ、その一字一句的な見せ場所よ。あぶねー。やばいぞ。ふざけんなよ。次の問題は、はい、3問目こちらですね。くそ、うわー、あれだー、知ってる。あれだ、分かったようですね、二人とも。今回は一字一句でいきましょうか。うわ、終わった。無理だ、多分。セブンかファミリーマートかなんだよ。どういうこと？ランチパックです。いいですか？はい、はい、じゃあ、もち。はい、ツナ。やんだこれは。じゃあ、ハルキ。やばい気がする。ツナマヨ。マヨ入ってねえって。いや、あの酸味はマヨだって。いや、お前やった。俺が多分やっ、俺がやってる。だって俺、見たことないよ、そのツナって書いてある。見たことない。2文字少なみたいな印象。いや、だいたいマヨ入ってるって。ああいうのは、あの青のパッケージでしょ。え、ランチパック青じゃなかったっけ、ツナって。いや、わかんない、わかんない、わかんない。緑のピンクみたいな、お前青っぽいイメージ。水色っていう。俺一時一句って言ったやつ、確かいた。じゃ、第3問目答えは青いな、パッケージが。おお、ってことは、ってことは正解は、ツナマヨネーズ。うわー、うぜー。うざすぎるー。え、これ
ねなんあ、そうか、一時一句か。そう、一時一句って言いました。危ねー、助かった。助かってないって。 0.5 は 0.5 0.5 くれんの、これで。だって 0.5 やったー。だってメーズがないだけだもんね。そうだよ、まあ、そうわー、じゃあここでね、差があるから。お前はってマヨネーズないけど、メーズないだけだから。そっか、なんかツナ、いや、青っていうイメージあったんだよ。青っていうイメージあったんだよ。今のところ普段食べてるやつ出てきてないから、あんまり。もう普段食べてるやつ出尽くしたんだけど。第4問はこちらでございます。うわ、知ってるな。うわうわうわ、食べたことあったわ。まだ、あ、ありがとう。これはね、ごめんだけど取るよ俺。いいですか。はい、じゃあ春樹くん、ブルーベリー&マーガリン。なるほど、なんとか&マーガリン。そう、ここがいちご、ストロベリー、まあいちごの可能性もあったんだけど、なんでこう分かったかって言ったら、俺ブルーベリーって書いてあるんだけど、ブルーベリーパーティアルなので、いつも学校の森の駅の入店でブルーベリー&ホイップっていうのがあるので、家の方の森の入店にブルーベリー&マーガリンっていうのを送ってて、買ったんだけど、彼女には違ったからな。もう違うなって思って違う方でしたから、合ってる気がするんだよね。なるほど。もしくん、俺はその違う方のいちごジャム&マーガリン。怖えー、あるんだよな、全然。なるほど。では発表しますか。答えはいちごジャム&マーガリン。きた、いちご一句出ました。もっち1ポイントしゃー、きた。これはやばい、なんかもういろいろやばいもん今。うーわー、なんか恥ずかしいし確信してたのに俺、逆にブルーベリー見たことないし、いちごジャム&マーガリンなんて。もう一回食べてみれば。もう一回食べてみていい？はい。いちごだわまあ今ですね、まあ2対 0.5 ってことで、まあじゃあ 1.5 ポイント差がついちゃったわけなんですよ。でも最終問題ちょっと難しいぞということで、はい、仮にいちご一句正解した場合、2点差し上げます。やった。うわー、まあ、そこが、まあ、春樹が勝つポイントなんではないでしょうか。よし、もうこれ以外ないぞ。で、僕の差し加減でポイント与えます。1点とか 0.5 とか。それでは運命のラスト問題いきましょう。はい、では最終問題はこちらになります。知識があったゆえだ。うわ、柔らかい。なんか緊張で腹が痛くなってきたうわ、初めてのやつ来た。食べたことないやつ来たわ、これ。まあ、なんか味そもそも分かんなくない、あんまり。なんか。分かんない。なに？はるきがね、うん、普段のランチパックとは違う食べ方をしてます。キモい？1枚だけこう食って、残った1枚についてはソースをこってる。キモいよー。キモい食べ方すんなよ。食べた。はい。さあ、お考えください。これどう答えでいいんだろう。行きましょう。おぉ、悩むけどいいよ、もうしょうがない。これ以上は俺もトリッキーといけない。もうこれ以上トリッキーは無理。もちくん、いいですか。はい。小倉あずき&マーガリン。ほうほう。うわー、やっちゃった感あるな。いやね、小倉あずきっていうのが、あずきは入ってたので、プラスでマーガリンも100入ってたの。それが、まあ、何あずきか分かんないから、小倉あずきってちょっとありそうなものをつけて、アンドマーガリンって感じです。なるほど。うわ、ありそう。では、はるき。俺はもっとシンプルです。はい、粒あん&マーガリン。ありそうありそう。そっちにすればよかった。俺はもう小倉あずきなんていう高等テクニックはもう頭になかった。では、まずアンドの下を教えましょう。はい、アンドマーガリンです。そう、まあまあまあね、それはちょっと自信あったでしょう。では、ここ何&マーガリンなんだと。そうなんだよ、そこなんだよ。気になる答え。はい、頼む。ランチパック1時間禁止がかかった、注目の答え。小倉&マーガリン完全勝利したはるき1年間ランチパック禁止でーす